シーズン7ゲーム先行映像、特定選手限定の新ムーブをちょぼたけが解説していく。さあ早速シーズン7のね、公式からの最強情報が入手されましたので、皆さんにそれをお披露目していきたいと思います。さあどんな選手が来るんでしょうか。さあまず一人目、さあ行きましょう。はい、始まりましたシーズン7ゲーム映像先行配信その1、ザイオンのウィンドミルダック。さあこちらを見ていただきましょう。こちらが先行配信されたシーズン7ゲーム映像、ザイオンのスーパーウィンドミル、しかも360も炸裂しているスーパーダンク炸裂新ムーブ。さあこちら皆さん、ザイオンゲットしたらぜひバチ込んで見てください。はい、続いてシーズン7ゲーム映像特典先行配信その2、レブロンの肩シュート。はい、こちらレブロンはおなじみキャラクターでございますけど、レブロンの、はい、これ見てください。レブロンがドライブしてって片足でふわっと。さあ最年長おじいちゃんがここまで頑張ってる。23番をつけたレイカーズのレブロンがふわっといって片シュート。この新ムーブがシーズン7から新実装されていくので、皆さんぜひレブロンゲットしたらこの技を炸裂させてみてください。はい、続いて、はい、シーズン7ゲーム先行映像その3、カリーの技ありクローザー。さあカリーはおなじみでございます。3ばっかり目がいってしまいますけど、カリーはちゃんとドライブして、はい、こちら見てください。はい、ふわっと浮かせてますね。はい、ドライブしてってシェイをかわしてふわっと、はい、カリーの技あり、3だけじゃありません。カリーはドライブしてって中でふわっと上げる技も炸裂しております。こちらがシーズン7ではカリーが新実装されますので、新ムーブでございますので、ぜひカリーをゲットした際は3ばっかりではなく、インサイドをドライブして切り込んでふわっと浮かせる新ムーブもご堪能あれ。続いてシーズン7ゲーム映像特別配信その4、デバーの大型ダブルクラッチ。はい、ただのダブルクラッチではございません。チョモランマタケシも押しているこのデマーデローザン、キングスユニで登場でございます。デマーデローザンがドライブしてってダブルクラッチ、ただのダブルクラッチじゃない、しっかりと大股でこのデマー独自のスーパーダブルクラッチ、これぜひ皆さん新ムーブ炸裂させてください。ぜひこの新ムーブはデマー好きの方は必見でございます。続いてシーズン7ゲーム映像先行配信その後、アントマンの超豪快ウェアンディーン。これはヤバすぎる、これはヤバすぎる、もうこれは言うことないでしょ。はい、アントマンの超絶ダンクがワンハンドで炸裂しておりますけど、はい、まあアントマンはね、現状シーズン6でもヤバいんですけども、さらにド派手なアクションが追加されて、このド派手ダンク、アントをやった際は3は禁物です。ダンク全部ぶちかましましょう。続いてシーズン7ゲーム先行映像その楽、ルカの巧みなステップ。はい、こちら見ていただきましょう。ルカのね、ちょっと派手なプレーじゃないけど、まあルカのクロート向けと言います、巧みの片手シュートでございます。中へ切り込んでって、しかも注目してください、左腕にちゃんとタトゥーもね刻まれておりますけど、ルカの巧みな綺麗なステップですね。こちらが新実装新ムーブでございますんで、ぜひルカの自治アンチまでは来てないですけど、またその上の階級で来るかもしれません。ぜひゲットしてください。続いてシーズン7ゲーム映像先行配信最後7、リラードの華麗なジェリーシュート。はい、これ見てください。これジェリーはやばい、ジェリーは今までなかったと思うんですよ。ジェリーは今までなかったと思うんで、マジでシーズン7は本当にやばいと思います。シーズン7のジェリー、このシュート、さあリラードのこのシュート、マジシーズン7が楽しみすぎる、ヤバすぎる。リラードのこの落ち着いた表情をご覧ください。さあヤバすぎるんでね、はい、この映像たちが実は今日解禁されました。はい、ぜひ皆さん新ムーブ、全新ムーブですので、ぜひシーズン7を始めた際はぜひこの新ムーブトライしてみてはいかがでしょうか。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.